2018年6月18日4時、小さな英雄カニと卵と透明人間のキャストスタッフ詳細が発表。C/18STUDIOPONOC 観客動員数266万人、興行収入32億9000万円の大ヒットを記録した、メアリと魔女の花、17、のスタジオコノックが手掛ける短編アニメーション制作レーベル、コノック短編劇場の第1弾、小さな英雄カニと卵と透明人間が8月24日、金曜日から公開。この度本作のキャスト&スタッフの詳細が発表された。今年3月に行われた制作発表会見では、3つの短編を、メアリと魔女の花、の米林博正監督、イブリーズエピソード2、テロ2、の百瀬義行監督、そして、ハウルの動く城、04、などの作画監督を務めた山下昭彦監督が手掛けることを発表。キャスト&スタッフとして小田切城、小野町子、田中民、中田康隆らが参加するということだけが明らかにされた。そしてこの度、新たに参加が決定したキャストスタッフに加え、3つそれぞれの作品のキャスティングなど、詳細がついに発表。合わせて到着したポスタービジュアルでは、注目のキャラクターデザインも初解禁となっている。